おはよう。はい、おはよう。おはよう。開いてた。はい、一日ね、経過しました。たくさんのうんち。すごいね。でも広いからそんなに密集してないですね、ポロポロ。これはまあ乾いてるから掃除機で吸い取ってもいいんですけど、ただこれがね多いから、まあ、やっぱり一回カーペットを全部引っ張り出してはたくか、それからちり取りほうきを使って大まかなの取って、その後に掃除機で、まあ今回ね、ごめんなさい、今回はそれじゃなくて、ここのペヤンポのスペース、フェンスをね、拡張するのがメインの目的ですね。ということで、じゃあ早速ね、ちょっとその形だけ先に組んでしまいましょう。はい、仮で組んでみました。ちょっとね、物とか浮いてるから伝わりにくいんですけど、めちゃくちゃ広い。部屋の隅々、ほぼ隅々まで使えますね。で、問題が角っこ用にね、丸っこい100均の部品フックをつけたんですけど、あれね、また買い増しして、新しく角っこが発生してしまうので、組み方がね、ん？いけ？いや、ダメだ。結局ね、買い増しをしなければなりません。何個買わないといけないのか、カウントして、買い増しして、で、間ですよね。切れ目のところ。あそこの、まあ、つなぎ目もね、同じようにしようかな。これと同じようにしようかなと思います。はい、それではね、ちょっとバタバタしますけど、出たり入ったり。買い出しに行ってきます。はい、ということでね、ペットショップ行ったり、そう、ペットショップでね、ウサギの新しい子、ラビ君って言うんですけど、その引っ越しの準備でね、足りないものを買いに行ったりしてました。で、いろいろ買いましたね。まあ、これもちょっとついでに買ってきました。で、まず1軒目のダイソーで、これ、カラー紐。これはあったんですけど、なんとね、フックがなくて、取り扱いがなかったみたいで。で、2軒目も行きました。2軒目で、やっとこれを買いました。これをね、ちょっと多め、予備ということで3つ買いました。12個。で、まあその中でね、まあ僕ずーっとここ地べたに座ってて、痛かったんでね、500円の低反発のマット。これでね、座って痛くない。あとはまあちょっとブラシが固めのフォークとちり取りのセット。これでね、大まかな牧草やうんちや吸い取って、その後掃除機で吸い取るっていう流れでね、今後もうパーッとね、パパッと綺麗にできるようにね、しようと思ってます。で、まあ、話はそれたんですけど、あとはまあ10個ぐらいある、まあ、ハムちゃんのね、ダイソーグッズが、いろんなグッズがね、まとめて販売されてたんで、それも全種類確認できるものは全部買いました。で、ちょっとね、話が逸れちゃって申し訳ない。早速ね、完成までやっていこうと思います。今日完成するかな。じゃあまずはね、これを、今までつけてなかったところに設置します。はい、ということでね、こんな形でずらーっと、こっちもやったよね。あ、紐がまだか。こういうところ紐で縛って、そうですね、こんな感じ、こんな感じですね。はい、これで、あとは真ん中ね、押したら多分ね、グラッとなるんで、これに近いような部品ですね、間用のね、こういうところをね、しっかりとずれないようにする、上から差し込む部品を作ります。
同じような部品が4つ完成しました。それではね、早速これをね、設置、組み立てて、まあ、ちゃんとね、安定するのか見ていきたいと思います。はい、ひとまずはね、まあまあ小動物の力では倒されないかなっていうぐらいにはなりました。ただね、まあ何が起こるかわからないのでね、一応形としてはできたんですが、まあ、これはあくまでね、僕がいる時じゃないとね、ここをね、解放できないなという状況です。ということでね、またちょっと長々となってしまって申し訳ないんですけれども、もうちょっとね、しっかりとガチッと固定できるような仕組みはね、次回で完成させたいな、次回次にねお届けしたいと思いますので、気になる方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。こんな感じですね。めちゃくちゃ広々、もう部屋が7畳の部屋がここだけですね。もうほぼ6畳ぐらいか、丸々、生き物たちの平安ポスペースになります。で、真ん中で区切ってね、同時にウサちゃん、モルちゃんっていう感じで、ライブ配信や動画、それで、あとは、まあ、メンテナンスですね。普通に平安歩しながらこっちに走ってもらいながら、ケージの、まあ、丸洗いとかもできるようになると思います。ということで、また次回かその次、完成させたいと思います。ぜひともよろしくお願いいたします。それではバイバイ。本日も最後までご視聴ありがとうございました。他のモルちゃんの動画もたくさん、ね、チャンネルの中にあるので、よければチャンネル登録してまた、ね、時間のある時に見てください。他にもね、今画面に出てる動画やチャンネルもおすすめですので、よかったらね、そちらも覗いてみてください。それでは今日は最後までありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。